にこれぐらいの焦げ目がつくじゃないですか。で全体にこのプツプツ絡めていく。はい、どうもキャッシー塚本です。今日はですね、レンコンのり明太を、レンコンと海苔と明太を合わせたキャッシー塚本が伝わるのかなって確認したの。伝わんなくてもいいよ別に全部伝わんないじゃん、このじゃん俺のギャグとか。だって昭和の世代じゃないんだもんだって俺34だよ、俺若い子に合わせらんないわよ。リュウジのバズレシピ。まずですね、材料はね、レンコンとタラの卵です。これをですね、ぶった切る。できるだけ薄く、5ミリから1ミリないぐらい。これぐらいの、薄くても全然平気、おつまみですんでね、これね。あー落ちた。明太子はもう皮をこそげるね。美味しすぎて僕のやってる居酒屋のメニューにもなったやつ。天使のビール、私がプロデュースした天使のビール。これ歯で開けようかな。ダメダメ、これ歯で開けられるよ。いや、やめよ。ね、これうまいビールなんですよ。これフルーティー、苦味が少ない、めちゃめちゃ飲みやすい。明太子の皮、これ皆さん捨てないでくださいね。食品ロス撲滅だから。明太子の皮はつまみにする。ここが一番うまい。明太子って皮が一番うまいんだよ。フライパン用意してもらって、火にかけます。ごま油大さじ1ね、これも適当でいいっす。レンコンを入れて炒めていくんですよ。こうやって全体的に炒めていきましょう。いつもちっちゃいフライパン使うんですけども、今回は大きいの。なぜならレンコンって薄っぺらいんで、面積が当たった方が火が通りやすくなる。ごま油のいい香りを嗅ぎながら天使になっていきます。あー、いや天使の気分になってきたな。中火ぐらいで皆さんはやってください。全体的に結構ねパリッとやっちゃってください。これ香ばしさをつけるごま油で。レンコンはアク抜きしないです。全然これうまいから。皮もむがない、皮も美味しいし、全然食感邪魔になんないから。全体にこれぐらいの焦げ目がつくじゃないですか。で先大さじ1です。めんつゆが大さじ1、3倍近くなるやつ。全体絡めます。で全体にこのプツプツ絡めていく。もう余熱で仕上げちゃうんで、火はねちょっと消しちゃってます。でこんなんだったらもうほぼ完成。もう水分なんかね全然ないんですよ。いい感じに明太子の色がね綺麗。はーい、はい、これはね青が入った方が美味しいっていう彩りです。別容器に一回ちぎる。そしてもみのりにすると、細かくちぎってあげた方が風味が全体に行き渡るんで、細かくちぎってください。刻みのりとかでいいですからね。これ頂点にこんもりのっけてあげると。リュウジ特製レンコンのり麺完成でございます。はい、ではできました。早速いただきたいと思います。いただきます。やっぱこれうまいな。海苔を絡ませて食べてくださいね。じゃあいただきます。おお、うまいんじゃ。めんつゆの味付けいいですね。七味唐辛子でしょ今回。七味唐辛子、むしろね、七味唐辛子全体にかけてほしい。明太子の辛みもあるんだけども、七味の辛み欲しいなぁ。ご飯もいけますから。ほんとうまいね。めちゃめちゃ美味しい。ということで、スタッフチャンス。今日はですね、バズ酒場リュウジ、まあね、店主をしてもらってる僕の後輩の黒浜、まあ、今日、たまたま打ち合わせで来たんですけども、めちゃめちゃ作らせてもらいましたね。はい、じゃあどうぞ。いただきます。はい、うまいな。いや、作ってるじゃん。うん、まあ、そうなんですけどね。まあ、何回食ってもうまいですね。めちゃめちゃ美味しいです。オーブンにてね、オーブンしてますんで。これある？これあります。ご準備いたします。これあります。自分で作るのめんどくせえなと思う方は食べてみてください。自分で作るからいいやっていう方は作ってください。他にもいろんなメニューがありますんでね、ぜひ来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、どうでしたでしょうか。ぜひ皆さん、やってみてください。そしてこの乾いたこそなんだっけ、これ何をしたかったっけ。明太子をこそいだ。あ、そう、明太子をこそいだものをちょっと待って。俺思ったんだけど、お酒を飲んでない。